はい、ウィング代表の茨城です。今回のウィングチャンネルはですね、ウィングの、テイクオフサードでプロレスラーとしてデビューしました、鶴巻伸弘選手をご紹介したいと思います。このウィングチャンネル初登場かと思いますけれども、彼は、今月10月の22日で50回目の誕生日を迎えるとともに、デビューして30周年という、節目の年でもあるんですけれども、1971年の10月の22日、新潟市の生まれなんですけれども、デビューしたのが先ほど申しました通りウイングのテイクオフサード、旗揚げの当時からセコンドとして決まっている姿が画面などを見ていただくと分かるかと思うんですけれども、鶴巻選手はその、普通ですと、デビュー戦といいますと、同期もしくは、ちょっと先輩なんかとやるというのは通例かと思うんですけれども、彼の場合、ウィングの場合といいますか、タッグマッチでの、デビュー戦になったんですけれども、これは、同じ1991年の10月25日ですね、テイクオフサードの開幕戦後楽園大会なんですけれども、ここで鶴巻選手はヘッドハンターズの A とタッグを組みまして、相手がですねヘッドハンター B とそれから三宅亮、これは異色のタッグマッチでのデビュー戦だったわけですけれども、ビデオ等を見てますとどうしてもそのダイジェストでほんの数分2分とかそんな程度の白っきりないかと思うんですけれども、今回はほぼフルバージョンでご覧いただこうと思います。最初の部分でかなり三宅選手との対戦といいますか絡みが見えるんですけれども、ここで気負ってると、自分はそういう感じなんですけれども、三宅選手に対して意外とそのデビュー戦にしては落ち着いた感じで、試合を行っていたんじゃないかなという感じを受けました。この鶴巻選手、格闘技志向が強いということもありましてか、そのうちのごたごた、最初のウィング、世界格闘技連合ウィングというものが、3シリーズで、消滅といいますか形になりまして、デビューしたそのシリーズで姿を消してしまったんですけれども、その後、改めてそのうちにいました木村光一郎、それから小坂秀樹なんかと同様の、麻生さんの、サブミッションアースレスリングで、鍛え直しといいますか、しまして、その後オランダの方へですかね、武者修行という形で行ったりして、そしてリングスだったりパンプラス、それからシュートなんかでいわゆる格闘技、総合格闘技の方で活躍したんですけれども、高坂剛選手だったり女優タレントとして活躍している小池栄子さんの、旦那さんですね、坂田航選手なんかのデビュー戦をの相手を務めたのも、行われるこの鶴巻選手だったんですけれども、今年で30周年、節目の年ということですが、2年ほど前ですかね、彼が好きなバイクで、交通事故を起こしまして、かなりの大怪我だということで、なんと5回も手術を受け、そして、奇跡のカムバックといいますか、現在も時折そのプロレス等のリングに上がったりして、その傍らその湘南格闘クラブというところで、コーチをして、あるということなんですが、ここのところちょっと彼とは連絡取ってないんですが、これを機会にまたちょっと連絡を取って、食事でもしたいなと思っていますけれども、50歳、なかなか年齢的にも難しい時期にかかっているかと思うんですけれども、一日も長くこのプロレス、そして格闘技の方で活躍していただきたいと思っています。それではそのデビュー戦の一戦をご覧いただきたいと思います。あとは Woo!
Ah!
ふぅすごい。Ah! Ah! 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 Ah!
Yeah.